草薙さん、ほら、あの子ですよ。最近転校してきた評判の美少女。あ、京さん、やっと会えましたね。アテナ、あんたアテナじゃないか。3日前、特別留学生として中国から転校してきたんです。授業をサボってばっかりで知らなかったもんね。驚いた？なぜここにいる？何が目的で日本へ？知ってるでしょ、キングオブファイターズが今年も開催されるってこと。らしいな。星の巡りも良くないし、悪い胸騒ぎがするの。泣かさないでください。私の特殊な力は知ってるでしょ。ああ、嫌なほどな。京さんも気をつけてください。全大会のこともあるし。まさか今回もオロチが一枚噛んでるっていうのか。二人とも、朝から物騒な話はそれくらいにして。アテナちゃんもせっかく日本へ来たんだから、学園生活を楽しもうよ。大会では私と京さんが戦うことになるかもしれないわ。それでも楽しんでいいんですか？大歓迎さ。今回はあいつが一緒じゃないのが何よりだ。それは俺のことか。ケンス、お前も来てたのか。当然や。俺とアテナは一心と。ケンスったら変なこと言わないで。みんな誤解するじゃないの。おい今日、忠告や。アテナに手出したら許さへんで。なんだよ、お前までオロチに気をつけろか。いや、肉まんのうまい店も紹介せ。なんだそりゃ。ここですか、あの大門五郎さんが講師を務める大学って。
強じゃないか。1年ぶりか。わしを訪ねてきたということは今年も。ああ、キングオブファイターズが開催されるらしい。それで仲間を探しているんだな。わしを訪ねてくれたのは嬉しい。そうか、ダイモン、お前はもう流浪の柔道家じゃないんだな。この大学で日本柔道の立て直しのため、才能のある若者の指導という重要な使命を与えられた。そうだったな。まあ俺はなんとかなる。邪魔したな。今日わしの大会出場は無理として、何か役に立てることがあるかもしれない。また寄ってくれ。草薙さん、あれ、あ、京さん、どこ行くんですか？どこだっていいだろう。東京です。草薙さんのいとこに会いに。慎吾、余計なこと喋るな。いとこって京が以前言ってた兄弟子だった人？すんごく強い人らしいですよ。まさか京さんよりも？大きな声では言えませんけど。だったら慎吾、宗司さんの弟子になれ。でも武道をやめて東京へ行っちゃったのよね。一度会ってみたいな。だったら一緒についていけばいいじゃないですか。おい、遊びじゃねえんだぞ。いいじゃないですか。京さんたらユキさんのこと全然遊びにも連れてってないんですし。いいんじゃないですか。仕方ねえな。やった、さすが京さん、よかったですね、ゆきさん。うん、た、迷子になるなよ、特に慎吾。
どうした？今日は随分大勢だな。行きがかり上こうなっちまった。迷惑かけてすみません。にぎやかで結構さ。すみません、突然お邪魔して。君がユキちゃんだね。おじさんから聞いてるよ。今日がいろいろと世話になってるそうだね。親父のやつ、そんなことまで。私の思った通り、可愛い娘さんだ。ユキさん、ソウジさんって優しいですね。キョウさんに似なくて。言っていいことと悪いことがありますよ。ところで今日、私に用があって来たんじゃなかったのか。聞きたいことがあってね。はっ。総司さんが突然武道をやめた。もう気づいてるんじゃないのか。どういう意味だい。この前届けてくれた封書、中を見たんだろ。いくらなんでも人の届け物を見たりはしません。そりゃちょっとは興味があったけどさ。別に見ても構わなかった。いや、私が武道をやめた理由が知りたければ。いや、何これ、まるでホラー映画。まさか総司さん。道着の襟に刺繍が。掃除って。そうだ、これが私の姿。草薙の血を引く者の姿だ。妻がな、修行に励めば励むほど私の顔は鬼のようになっている。そういうの。鬼？自分でも気づかないうちに顔つきばかりか言葉遣い考え方、全てが邪悪な色を帯びてくるが。それじゃあまるでオロチの血を引く者の。草薙の剣はあんな邪悪なものじゃない。善と悪など時代によって立場が変わる。ホロホロとな。最初は信じなかった。ある時おじに話すと彼も気づいていたらしい。私の稽古中の姿を隠し撮りした写真を見せてくれた。それがこの。さっきこれが草薙の血を引く者の姿って言いましたけど。そう、おじも若い頃私と同じ苦しみを味わった。だがあの人はさすがだ。山にこもって人との接触を断ち、数年間で克服してしまった。だが私の場合はすでに妻がいた。おじの真似をするわけにもいかず、武道をやめる以外になすすべがなかった。そんな。そうと分かっていても時折無性に武道の道へ戻りたくなる。その気持ちを戒めるため、おじさんに頼んでこの写真を届けてもらう。じゃあ草薙さんもそんな風になっちゃうんですか。それはまだわからない。草薙家の人間だからといって必ずしもそうなるとは。俺が鬼に。お前と会って安心したよ。いいの。今日はまだ鬼になっていない。Thank you.
おのれ、気負ったか。大事な教え子の敵。よせ、大門、俺だ。今日か。びっくりした。どうしたって言うんだ。まあ見てくれ。ひどい怪我だ。今日は会議があってな。わずかの間道場を開けて。誰が、一体誰がこんなこと。怪我の軽い部員の証言によると、相手は男二人。草薙さん、そいつら。ああ、俺の招待状を狙った三人組と見て間違いないな。そうか、お前のところにも。今日せっかく訪ねてきてくれたのに悪いのだが、俺は教え子たちの手当てをせねばなら。わかった、俺も様子を見に来るが気をつけろよ。掃除を尋ねたらしいな。ついにお前も草薙の宿命を知ってしまったか。掃除さんの言ってたことは本当なのか。残念だがな。もしお前がそうなったらどうするつもりだ。掃除のように武道の道を諦めるか。冗談じゃねえよ。今戦うことをやめたら腰抜け呼ばわりされるのは目に見えてる。ではわしがしたように世間とのつながりを断ち、何年も山へこもるか。それこそごめんだね。これから青春を謳歌しようって時に千人の真似事なんて。ではどうする。他に鬼と化す宿命から逃れる術はないぞ。くそ、八方塞がりかよ。いいか、今日ここ、お前は鬼と化す危険を犯してもなお武道を続ける覚悟があるか。覚悟かどうかはわからねえが、とりあえず今の俺は鬼でも何でもねえ。先のことなんて考えたらキリがねえ。武道は続けていくぜ。よく言った。草薙の人間が全て鬼と化すと決まったわけではない。稽古を怠るでないぞ。草薙さん、こんな場所に何の用です？ユキさんという人がいながら
ナンパする気じゃないでしょうね。残念ながら女が目当てじゃない。うわあ、まさか。ああ、奴に会いに来たのさ。ヘイ彼女、コンサートのチケットが1枚余ってるんだけど一緒にどうだ。ベニマル、久しぶりだな。突然驚かせてすまない。君の澄んだ瞳に吸い込まれ思わず声をかけてしまった。うわ、おいベニマル、え、うざい。なんだ今日。1年ぶりに現れたと思えば人の邪魔を。見ればわかるだろ、ナンパだ、ナンパ。実は届いたんだ、キングオブファイターズの招待状が。今年も。顔色が変わったな。ナンパばかりしていても、やっぱり根は格闘家。かなり好み。へ、草薙さん、気を改めて出直した方が。そうしよう。どうだ、ダイモン。あれから変わりはないか？心配かけてすまんな、今日。今のところは大丈夫だ。草薙さん、あれ。やはり現れたな、草薙今日。あんたの大切な仲間のダイモン。その教え子が叩きのめされたら黙ってるわけにはいかないわね。まんまと罠にはまったな。餌を巻いた甲斐があったぜ。それじゃあ貴様ら、俺を呼び寄せるためだけに。わしの大切な教え子たちを。この卑怯者め、俺が相手だ。どいてろ構造進行。あた、違う違う、痛いと思った。4人はその小僧を抑えてて。あとは俺たちだけで十分だ。Round 1 Ready Go!
だ。Round two, ready, go!Round three, ready, go!
招待状は諦めな。その実力じゃ大会に出ても10秒と持たないぜ。お前たちの実力しかと見届けた。それで今回はよしとする。言っとくけど招待状諦めたわけじゃないわよ。また会おうぜ。首を洗って待ってな。今日のところはこれぐらいで勘弁してやる。お前のセリフじゃないぞ、シンゴ。
ラウンド1レディーゴー。あった。